悪いとね、船橋の JPL 競争は5勝、2005年ダイオライザ記念パーソナルラッシュ、同じ年のクイーン賞グラップユアハート、2006年のマリンカップもグラップユアハート、2007年のダイオライト記念がキクノアロン、2009年の日本テレビ杯がマコトスパルビエロ。このコース特徴もうこれで十分わきまえてらっしゃると思うんですが、よくのやっぱり 4,5 番手以内にいないと無理かなっていう感じしてましたけど、ね、スパイラルカーブといわゆる入り口はゆったりで4コーナーキュッとこう回るんですが、あれの入り方っていうのはなんか、コツはあるんですか。そういうこと考えて乗ったことない。これが天才たるゆえん。本当に補足するようですけれども、ね、佐藤さんって本当にそういう方で、はい、本当にそう、実はね、実は考えてらっしゃるのかもわからないんですけれども、はい、インタビューさせていただいて、はい、でもね、現役時代、はい、そうなんです。いや、なん、何も考えて、なん、なんもなんもって、もうなんもなんもというのがね、何回言ったかわからないですね。それでもきっちりおかちになる。